本先生は1988年に京都大学大学院工学研究科を修了後住友電気工業株式会社に入社されましたその後1990年には京都大学工学部助手に着任され1996年に工学博士を取得なさいました1996年には スウェーデン・リンシェピン大学物理学科に研究員として渡航され1998年には京都大学大学院工学研究科助教授2006年4月に同教授にご就任され現在に至りますまたこれまでに国内外の賞を数多く受賞され最近では2020年に 文部科学大臣表彰科学技術賞2023年に i プル e アンドル s エス・グローブ・アワードを受賞されました本日は社会を変える究極の省エネ半導体と題してご講演いただきますそれでは木本先生よろしくお願いいたしますははい、えー、皆さんこんこにちは、はい はい、兄弟の木本でございます。あの株のご紹介でございます。またあの本日はこのようなあの大変あの光栄な機会をあのいただきまして稲森財団のあの皆様方、そしてプログラム編成のあの先生方、そして事務局の方々にあの深く感謝申し上げます。それではあの私30数年にわたりましてあの半導体の仕事に取り組んできております。 その内容、特に最近、特に私たちが行っている研究を中心にご紹介したいと思います。あの材料科学、やはり一番面白いところは、あの予測できない、予測できないあの意外な発見が常にあるというのが、あの材料科学の、ひ、まあ、一言で言うと、それが魅力であるかなというふうに思います。 であの本日の声の,の内容ですけども、あのえっと、高校生の方もお,お越しいただいてますので、まず最初に半導体というのはどういうものかということを簡単に紹介させてもらった後、えー、パワー半導体とハンド、パワー半導体というのは半導体の中の一つの、えー、カテゴリーでございます。えー、その後あの特にパワー半導体で、えー、現在、急激にあの立ち上がってきておりますあのシリコンカーバイドというその半導体。 その特徴と研究の内容、そして実用化の状況につきまして、ご紹介させていただければと思います。まず半導体ですけど、あのいつもあの新しい方が来られた時に、こういう図を示して問いかけたりします。あの半導体、まあ、広く使われているというんですけども、どこに使われているか、でこれ、半導体使われていないものはどれですかと。 探すの難しいんですよねであのだいたい電気が通っているところに間違いなく半導体があの数百個というレベルで使われていますでこの中で半導体使われていないのはあのお分かりだと思いますけど目の前きのこのフライパンだけであるそれ以外は全て半導体の塊ですでどういう半導体あの役割を果たしているかというとあのまず計算する。 えー、あるいは情報を記録する、えー、情報を送ったり、えー、受け取ったりするスマホですよね、えー、そして発電する、太陽電池、あるいは電気を供給するような電源、えー、あるいは光る信号とか、このディスプレイ、こすべてあの半導体なんです。であの例えばあの、こちらがですね、えっと、私の,あの古いノートパソコンをこう分解したあの図なんですけども、写真なんですが、 あのこの真ん中にあの観音様のように壊しますこ、こちらがです、ね、あのマイクロプロセッサー、これが、まあ、あの頭脳にあたるところですね、えー、その前にもたくさんこの半導体が入っておりまして、えー、まさに半導体の塊で、パソコンだけじゃなくて、スマホの中もこういう状況になっています、また自動車っていうのも、あのー、もうほ,ほとんど半導体の塊です、今、ですから半導体っていろんなところに使われています。 えっと少しだけあの注意していただくことがあるかなと思うので、こちらに、えー、示しております。半導体あの、新聞なんかでは半導体と一言で言うんですけれどもあの、半導体の材料の話をしているのか、あるいは半導体のデバイスの話をしているのかというのは、ちょっとは注意する必要がございます。で半導体の材料っていうのはあの、まさに例えばアルミとか金とか、えー、同じようなあのカテゴリーであの、半導体の例えば、ケイ素、シリコン。 それが半導体材料ですで半導体ってあの、なんか半がついていて、なんか中途半端っていう感じがこうするんですけど、あのよくあの導体とあの絶縁体の中間と、えー、書かれたりするんですけど、それはあまり正しくなくて、実は絶縁体の一種です。ただ、単なる絶縁体との違いは、あの不純物をあの少し混ぜると、えー、ドーピングと言いますけども、えー、添加することによって、N 型と P 型を作れると。 えー、これが半導体の,あの最大の特徴です。代表的なものはあのシリコン、えー、そしてゲルマニウム等でございます。で、あのこの、えー、ここで示しておりますのは、シリコンの,あのウェーハーといわれる円盤状の結晶ですが、あのこう銀色ピカピカです。なんかシリコンというと、なんか柔らかいものを想像される方が多いと思うんですけど、あれはシリコンゴムであって、シリコンっていうのは、うカチカチの非常に硬い石です。これがシリコンです。 一方、半導体デバイスっていうのは、こういう半導体の材料を用いて、何か高い機能を持つように作成された素子ということでして、例えばトランジスタ、メモリー、太陽電池、センサー、発光ダイオドと、こういうものが半導体デバイスと言われるものです。で日本はこの半導体材料、デバイス、両方とうほども強いんですよね。あのもちろん、20年前ですか。 あの日本が世界のトップであったと、と今、トップでは必ずしもない、えー、新聞で書かれるんですけれども、でも日本があの外貨を獲得しているのは、自動車と半導体ってやっぱり基幹産業なんですね。で、例えば CMOS のイメージセンサー、あのスマホのカメラに入ってますけれども、あれ、ソニーさん、世界の圧倒的なトップシェアです。あと、えー、USB メモリ、フラッシュメモリですね。 USB とかああのあの SD sd のあのえっ、ー、とメモリーありますよね、あれ、あの記憶シアさん、元東芝ですけども、があの世界の2位。で、他にもあのトップの一番か2番か3番に入っているというのは非常に日本多くて、かつこのシリコンのこういう、えー、ウェイハインにつきましてもあの世界トップということで、あの日本、あの依然として非常に強いあの産業分野になっております。で、えっと とあの次に半導体につきまして、ちょっとあの、えっと、基礎的なことで恐縮ですけどもあの、N 型と P 型というのが出てまいります。N というのは、N、ネガティブの N、P というのはポジティブの P なんですけども、あのこれちょっと面白くってあの、まず不純物を入れない、高純度の,あの半導体を作ると、これ実は抵抗が高いんです、絶縁体に近いんですね。でこれにごく 微量の、えー、不純物をを入れるとということをしますで、そうしますと、微量の不純物を添加しますと、あのその入れる不純物によってあの、電子が多い N 型になるか、あるいはホール、えー、成功の多い P 型になるかで、その微量っていうのはこれあの、とんでもないレベルだということをあのお示ししたいんですけど、えー、その微量っていうのが、例えば10のマイナス9乗か十10のマイナ3乗って。 1%, あの1じゃないんですよ。ただ、10のマイナス8乗って1億分の1ですよね。ということは、あのどういう状況かといいますと、日本の人口約1億ですよね。日本全国すべての人間が大谷翔平である、全員1億人。その中で3人だけ宇宙人を入れるか、あるいは20人宇宙人を入れるか、そういうレベルで半導体は不純物の添加量をコントロールすると。そういう例がまあ あの面白さでもあるんですよね。ですから、こういうあの、それを N 型と B 型両方と作るというのが面白いところです。で、あと、こちらもあのちょっと専門だけで恐縮ですけどあの、デバイスの代表例、ダイオードとトランジスタについて、えー、簡単に紹介します、えー。理想的にはどういうことかというと、この青の線が理想なんです。あの例えば、あの右の,あの図でい、えー、きますと、トランジスタっていうのは、 基本的にあのスイッチのオン状態かオフ状態を作りたいでそうするとオンというのは理想的にはあの電圧ゼロで電流が無限大でオフの時は電圧かけても電流一切流れないこの青が理想なんですが、まあ、そういうあのトランジスターは絶対できなくってあの電流流流す時には必ず抵抗があってそこで電圧効果が発生するとそうするとあの物理を習われた方は あのご存知だと思いますけれども、電流流して電圧が発生しているということは、V と I の積がパワー、ワットです。ですからで、100アンペア流したときに1ボルトのかかったとしたら、それを100ワット消費しているというんです。その電力消費が、あのいろんなあの半導体で問題になっています。また、あのオフ状態といっても、ある電圧をかけていきますと、あの必ずどこかで破壊すると。 いうことになりますから、このあたりをあのトランジスタを作るときにあのみんな戦うと、かつ、あのずっとオン、ずっとオフじゃなくて、オンとオフをこう切り替えたわけね、切り替えるんだけども、そこに瞬時には切り替わらずに時間がかかると、そこでもあの損失が発生するということで、ここを何度か工夫したいということで、えー、研究します。でパワー反応体あの、重要性はもう言うまでもないと思います。 電力消費の増大がもう半端ではございません、えー、約1970年から比較しますと、もう4倍、5倍となってきてます、でも問題だといっても、もう皆さん、スマホとパソコンあしから使わないでくださいって言って、その生活、耐えられないですよね。で、あのチャット GPT 使われますよね、チャット GPT 使ったら、もう半導体がものすごくあの計算してであの電力をくってるわけです。 ですからあの、この電力を使うっていう、この消費量の増大を止めることはできない。だから、使うんだったら、いかにあの損失を少なく使うかということを考えていかないといけない。で、そのときにあの、これも専門的で恐縮ですけど、電気って直流と交流があるっていうのはご存知ですかね。で、これ、どちらか一本投資できたらいいんですけど、できないんですよ。 で例えばあの、太陽電池って発電したら当然直流なんですよね、乾電池も直流ですね。で一方、交流というのはこういうあのサインカーブをあの描くわけですけど、あのこれ、通常の,あの発電所で発電したあの電気は必ず交流ですであの、コンセントも必ず交流です。そうすると、あの必ずこの直流とあの交流の変換をしないといけない、いろんな場面で出てきます。 例えば電気自動車あの、ハイブリッドも含めて、バッテリーは当然直流ですで。モーターを回すためには交流が必要です。そうすると直流か交流に変換しないといけませんと。えー、そういうときに使うのがあのパワー半導体です。具体的にどういうところに使われてますか、まあ、あらゆるところですねあの。炊飯器、エアコン、自動車、パソコン、えー、電車あの、電力系統、ロボット。あのモーターを回すしているところには必ずパワー半導体があります。 でモーターってそんなどこにあるのと思うかもしれないんですけどあのモーターの数は人間の数より多いですあのこの部屋の中に多分モーター多分私あの1000個ぐらいあると呼んでますそのぐらいモーター回ってますそのモーターを回すのにパワー半導体が必要ですで,ですからあので回すんだけどもあの肝心なあのモーターじゃなくてその変換器の中のパワー半導体で、えー、熱を発していると典型例があの AC アダプターです AC アダプターの充電しているときに熱くなるというか、あったかくなるというのは皆さん経験されていると思います。でもどうしてあったかくなるのかってあの、そこまで追求された方はそう多くないと思うんですけど、これ、AC アダプターって、まあ、邪魔ですけど、あのコンセントに差す方はあは交流です、交流 AC で、えー、かつ日本だったら100ボルト。で一方 あの出力側、AC アダプターが出た後パソコンに入る方は、例えば直流になって、12V とかになっていると、まあ、そういう機器によってあの電圧は違いますけどで、そうするとこの AC アダプターの,あの中で、AC から DC への変換、かつ電圧も変換していると、えー、そういうあの回路が入っているんですけども、そこをあのこういう機能を果たしているのが、えー、こういう電力用のトランジスタとダイオウです。 でここに入れるトランディスタダイオードが実は8 0 0トの電圧に耐えないといけない。そうすると、あのなんか1 0 0 0トのトランディスタとかいう話を私がこれからしますけども、その1 0 0 0トのトランディスタなんて、なんか自分の生活と関係ないと思わないでください。もう至る所に1 0 0 0トのトランディスタが入っています。で問題は、例えば5 0ト入ったときに、出力にどんだけ出てるのか。 44しか出ていないなですその差分の6ワットはどこに行ってるんですかそれが A 社とタたの中で発熱して熱くなってるとでもこれって世界中で捨てている電力の総和って莫大ですよねこれ何とかゼロにしたいというのがあの大きなあのこの分野の課題です永遠の課題です でこの分野の方向性としましては半導体のレベルでは低損失化しますあるいは信頼性を上げますあるいはもっと高電圧に耐えるようにしますで一方それシステムに上がってきますとあの超小型化あるいは低価格化あるいは高機能化その結果実社会に対してどういうインパクトがあるかというと例えば省エネあるいは新市場開拓 あらインフラ改革等につながってまいります。えっと、実際に 次に私どもが取り組んでいますシリコンカーバイドの半導体の話に移っていきたいと思いますが、これ、実物の私どもが普段使っている半導体のウェハです。ちょっと透明だっていうのをちょっと見ておいてくださいね。向こうが透けて見えるじゃないですか。結構ポイントです。シリコンのウェハって銀色ピカピカで不透明ですけど、シリコンカーバイドって光に対して透明な材料です。 であのどういうあの材料かというと、あのシリコンカーベッ要はシリコンが50%、カーボン、炭素が50%ですで。シリコンっていうのは、あの現在、えー、半導体のおそらく90%以上はシリコンだと思います。半導体の中心をあの担うあの材料です。一方、カーボンはあのグラフェイトじゃなくてダイヤモンドというあの結合の仕方がありますけれども、ダイヤモンドというのは一番硬い。 いい結合の強い材料ですですからシリコンカーバイトというのはあのシリコンという半導体の性質とダイヤモンドの非常に硬いという性質を併せ持った非常に堅牢な半導体だというふうにあの言えると思います。でえっと、具体的には、まあ、ちょっと専門的なことを書いてますがあの例えば高温で動きますあるいは非常に高い電圧に耐えます、えー、あるいは非常に低損失になります低損失の理由はあの後ほど紹介します。 あれ非常に高い電流を流せます。あるいは放熱もよろしいですということで、あの非常にいろんな特徴を持っております。そして、のこの低損失につきましては、ちょっとあの肝になりますので、あの少し難しいですけど、紹介できればと思います。例えばシリコン、あのライバルはシリコンなんですね。でシリコンで今、限界に近づいていて、それを大きく変えたいというニーズがあるわけです。 でシリコンに勝たないといけない。で、あの、勝てます。なぜかというと、例えばシリコンで、あの例えば1000ボルトな1000ボルトの電圧に耐えないといけない。そういうトランジスターか台を作らないといけない。そどうするかというと、あの、ある、えー、工夫をして、そのシリコンの半導体の中で1000ボルトをに耐えるような設計をするわけですね。その時のポイントは、電圧じゃなくて電解です。 物理を学んだ人はあの分かると思うんですけども、1000ボルトかけたときに潰れるか潰れないか、1000ボルトを10センチの間隔でかけますか、1センチにかけますか、1ミクロにかけますかで条件は全く違いますよね。でも物理としては、破壊するかしないかを決めるのは電圧じゃなくて電解強度です。電圧を距離で割ったものです。ですから、電解がどこまで耐えるかということに注目しますと、 例えばこれ、あのシリコンの場合の例なんですけども、あ,のある、えー、箇所で、えー、シリコンはあ,のある最大電解に達します、えー。これ以上電解をかけると潰れます。そのように電解分布が、まあ、こういう三角形状にあ,のある方程式を解くことになるんですけども、この三角形の面積は何を表すかっていうのは、物理を学んだ人分かりますかね。電解強度を距離で積分したものは、 電圧ですですこれ何の電圧かというとこの半導体にかかっている電圧です例えばこれを例えば1 0 0 0トにするようにこの三角形を一生懸命設計するわけですじゃあシーコンカーバイドでやろうとなったらどうすればよいかシーコンカーバイドはシーコンより強いですどのくらい強いかというと10倍強いです10倍高い電解に耐えますとなると同じ1 0 0 0トの、えー、に耐える、えー、トランジスターをこういう 縦に立ったこういう直角三角形で達成できるとそうすると何が嬉しいかというとまず必要なあの厚さがえ十分の一になる横幅が十分の一になるでかつこの三角形のこの斜面の傾きが実は入れあのここに点火するドーピングドナーのえードーピングのえ不純物の量に実は比例しておりましてそれがあのシーコンカバーにすると10倍100倍になると 厚さが10分の1でそこに入れる不純物が100倍不純物を100倍入れるとあの電子が100倍になるので抵抗が100分の1になりますしたがってシリコンのトランジスターとシリコンカーバイドのトランジスターを同じあの電圧に耐えるものを作るとシリコンカーバイドの方が電流が流れる時の抵抗が約1000分の1500分の1から1000分の1になると。 この嘘の嘘ような本当の話ですしたがってあの損失が500分の1になるということです。であのこちら左の図があの大事なんですけどあの横軸に耐電圧縦軸に音抵抗これが損失に直結します。でこの青がシリコンのリミット線これより下に行けません。で赤がシリコンカーボンリミット線で,ですから この限界特性を比較すると、例えば同じ、えー、耐電圧のものを作ると、下に低損失か500分の1ということになります。あの私、企業の経験もありますけれども、すでに何か市場があるところで、材料を変えて、それを大きく取って変えようと思ったときに、2倍とか3倍高いあの、優れているという材料だったら、それ、あの勝てないです。絶対勝てないです。そう世の中甘くないです。 新しい材料で勝とうと思ったら、北で変わるっていうものでないと、やっぱり勝てないっていうのが、あのこの分野の、多分産業界の経験だと思います。で、と、まあ、いいことばっかり言いましたけど、あの例えば30年前、どういう状況だったかというと、ほとんど、機上の空論というのが世の中の,あの認識でした。まず、あ、そもそも材料がない、そ,そんなあの結晶がない。 ののものできない N 型、P 型できるかどうかよくわからない、半導体としていろんなあの質が必要なんですけど、それもよくわからないで、トランジスタスを作ろうと思ったらいっぱい、ただ微細加工とかいるんですけど、そういう技術をあのそもそも研究した人もいないということで、あのまあ、基準の空論ですよねっていうのが30年前の,あの状況でした。あのところがあの、やっぱり30年。 とと変わるいいうここ今日お伝えしたいんでですすけどあの研究のの状況ですこのシリコンカーバイドはもう一つあの面白いというか奇妙な性質がございましてたくさん兄弟がいるんです。不思議なんです。あの例えばあの金って言ったら1種類しかないじゃないですか。ダイヤモンドって言ったら1種類しかないじゃないですか。でもシリコンカーバイドって200種類ぐらい兄弟がいる。 ど,どうしてそんなことになるかというとあの例えばこれテーブルの上にあの丸い卓球のピンポン玉にしましょうピンポン玉をピュッとこう密に詰めて一層並べるという状況を考えますそれはこの、えー、と左の,あの図の A という場所だと仮にしましょうこれげ原子だと原子を積んでいくという意味なんですけどもそういう時に一層積んだ後に2層目同じピンポン玉で同じように 細密重点になるように積んでごらんって小学生に言うと多分2パターン出てくるみんな一生懸命積むんだけども100人にあのこれお願いすると多分50人50人ぐらいの割合で違う構造で積むはずですそれはあの可能性があるからでえそれはこの A の上にはえここに書いてあるような B というえ位置にえ積むという場合と位に積むいう場合と と C というところに積む場合とこの180度かんあの判定したこれ両方あり得るわけですねだから A の上には、A、B か C の2通り、A、B の上には A か C の2通り C の上には A か B の2通りこれ全部認めていたら N 相積んだら2の N 上の,のバリエーションがあるとこれが200種類の起源なんですねでじゃあ,あのどうなってんのかということなんですけどあのこ,うこういう構造になってます えここであの白丸がシリコンの原子で黒丸があのカーボンの原子と表してるんですけどもまあこの名前はともかくこの ABCABC とこういう位置に並ぶものがあればなんか2つ右に行って2つ右に戻るこういう 4H 型で3つ行って3つ戻るこういう 6H 型4つ行って4つ戻る5つ行って5つ戻る10個行って10個戻る中には3つ行って2つ戻る。 4つ行って2つ戻るとかこの組み合わせ考えてた、まあ、200種類これいや学問としては面白いですよあのいろんな材料があって研究するのネタになりますけど産業ということを考えるともう悲惨ですどうして悲惨かというと2つの壁がある1つ目の壁はこの200種類の中でどの構造が一番トランジスタンを覆うように適しているのかっていうのを見つけないといけない で見つけたとして、その一つの種類を他の構造が混ざらないように、その単一のものを完璧に作らないといけない、これはなかなか困難に、えー、立ち向かうわけです。で、あの当時、えー、約30年前は、まあ、さすがに200種類からはある程度絞られて、あの5、6種類ぐらいにはあの、まあ、あの候補は絞られていた。 でその中で、えー、一番あの有望だと、えー、当時されたのは、まあ、3C 型といわれるものと 6H 型といわれるものでしたで移動度って書いてあるのは,要は電子の走るスピードですあの高,い高いほど良い破壊電解はもちろん高い方が良いで結晶は良い方が良い 3C 派は、ね、3C 型のほうがあの移動度があの高いんだと。 で結晶があの悪いんだけどあの将来結晶が良くなる 6H 型の人はあの移動度電子の走るスピードは遅いんだけどもあの絶縁破壊に強くって結晶がいいので絶対こっちだというなんか内輪の中見にくいあら争いをしていたんですけどあの兄弟があの見つけたのは 4H 型であるとあの電子が一番速く走ってあの絶縁破壊にも強くって結晶も良いというものをあの見つけたのは幸い京都大学です あの痛恨だったのは、この時にあに特許を出す前にが先に喜んで学科発表してしまったことです。<laughs> この時に特許を書いてたら、もう強力な特許で、4H 型のシーコンカーワで形成されたウェーハーおよびトランジスタ、すべてって取ってたら、多分もう億万長者ですよね、これ痛恨だと思いますけど、こういうあの経営がありました。であの私企業 から大学にに、戻った時にまず結晶ががなない、い。ウェアが存在しないシリコンって当時も直径20センチの,あの完璧なあの土台があったんですけどシリコンカーブではないでどうするかというとその研磨剤をあの作成するときにあの副産物としてで,あのできるあのこういうなんかゴジラの背中のようなここの破片合かけ8ミリみたいなこういうものをあの取り上げてそれを、まあ、研磨装置で磨くと。 ただまあダイヤモンドほどじゃないですけど、硬い材料でまあ研磨に1週間、ううほとんど終了ですよね、1週間ずっと削り続けると、それをあの基盤にして、トランジスターとかダイドを作っていくと、こういう時代でした。ただ、これは本当に有望だということがあの示すことができたので、そうするとまあ産業界の人はあの大きいウェアハを作るということは一生懸命やってくれたんですね。 でえっと現在こういうあのウェハがあのもう売られていますこれあの特に若い人不思議だと思ってほしいんだけどこれ3種類すべてシリコンカーバイドなんだけど色が違いますよね物質の色が何で決まってるかってすごく奥深いのでぜひあの考えてほしいんですけどあの面白い本当になぜこの緑になるのかなぜ、えー、このの えとブラウンになるのかあるいはこれ P 型を作ると青になるんですけどダイヤモンドでもあるじゃないですか,なんかあのブルーダイヤとか,なんかピンクダイヤとか,なんかあるじゃないですか色って何なのっていうのをぜひあの考えてほしいと思いますでこういうものができてでこの真ん中のようなあの無色透明の,あのものができるでかつ直径が、えー、1 0チ二2 0ンチの、えー、と塊でできると,となるとあのこういう事業が立ち上がる ですね、あのこちら、近くの,あの銀座に、えーっと、ブリジャールさんというあの企業さんがあ,のあって、えー、そこでこういうのを実際に売られております。あのまあ、これ、ダイヤモンドといって、あの売ると犯罪だと思うんですけど、「燃サさない」という名前がちゃんとついてます。で、ダイヤモンドに比べて約2.5倍の輝き、これは古代宣伝ではありません、科学的根拠があります。どうしてかかかわりますか これ半導体じゃないでですす学、光学、光学、オプティックスの話です屈折率がダイヤモンドよりもシーコンカーベルの方がかなり高いから空気と材料の間の屈折率の違いが大きくてシーコンカーベルの方が同じ光当てても反射率が大きいのでよりあの跳ね返っていくるとが人間の目に入る光が量が多いあの 実際、私見せてもらいましたけどダイヤモンドとシーコンカーブと同じカットしたものを並べてみるとシーコンカーブの方が圧倒的にきれいです。でかつあのお安いのであの <laughs> ぜひご購入いただければと思うんですが、まあ、なんかパワーデバイスよりもこっちの方がなんか儲かりそうでなんかちょっと私、微妙なところがありますが、まあ、こういう事件もあります。で次あの、まあ、ウェアできましたでいろんな問題があるんですが高純度のものを作らないといけない。 えっとこの右の,あの、まあ、棒グラフのようなあの、えー、っと軸を取ってますがあのシリコンカーブの原子のミスト十の10の23乗パー,キュービックセンチメートルとで求めたいのが10の14乗だから9桁落ちですねところが作っても作ってもこういう10の16乗台で起源が何かというのを調べると窒素だと。 で窒素ってまあ空気の主成分なので至る所に存在する一生懸命いろんな工夫しても必ずなんか微量の窒素が入ってあのそれでは使えないですねという時代が続きましたで、まあ、解決できたんですがあの、まあ、結晶の成長時の,あの、まあ、原料の供給費であるとかあの圧力であるとかあるいは結晶の面をあの選択を工夫することによって、まあ、合化け時の自由二乗と。 あの9が10個並ぶようなこういう純度の,あの本当に半導体と、えー、言えるようなあの純度の高い結晶ができるようになりましたとで次が血管制御ですね血管っていうと何かなと思うかもしれないんですけどあの要はあの不完全性ですあの半導体って基本的に単結晶って言われるんですけど原子が端から端まで完璧にこう並んでいると。 そういうものを作らないとなんか原子の並びが乱れているとかここでなんかずれているとかいうことがあると当然悪影響を及ぼすのであの完全結晶を目指すということになります。であの、まあ、そういうあの不完全性血管を、えー、いろいろもちろんたくさん種類があるでまず大事なのはどの種類の血管が本当にあのアウトなのかこいつが1個でも入ったらアウトね えー、いうものをあの探すというのも大事なんですけども、えー、そう,いうあの研究していくと、あのここで言う、まあ、Z と書いてますが、要は炭素空港、炭素空港って何っていうと、炭素原子の欠損なんです。あの炭素原子がある部分だけ、1個だけぴゅっと抜けてるって、こういうのがあると、やっぱりすごく特性にあの悪影響を与えるということがあの分かりました。でこれをな,あのなくしたい でこれはあの、ある、えー熱,まあ、熱処理です、ねえー、をするとあの完全なくなるということがあの分かりまして、えー、これも完全に予想できないです全く予想できなかったあの実験からあのこれ分かったんですがあのこちら左の,あの図を見ていただきますとあのこれ縦軸に血管かの信号でして通常はあのこのような、えー、っと結果に起因する大きな結果 シグナルが出るんですが、ある熱処理をすると、す、ま、べ、あ、て消えると。で、どのくらい血管が減ったかというと、三角形の10乗以下という超高品質結晶ができたと。これ、アクシデンタルにできました。あの、これ学生さんのおかげです。あの、私がこれ予測してあの、できたんじゃありません。学生の発見です。大発見だと思うんですけど、どのくらいすごいかというと、血管は10兆分の1以下。 どういういレベルかかって想像できますか日本の予算国家予算って100兆円とかじゃないですかその日本の国家予算を全部1円玉でガーッと投稿額に並べてそのうち2個だけ取った2円だけ取ったっていうぐらい完成度が高いっていう結晶ができてるという意味ですそれが不さんの大発見のためにできたというものです こういう結晶を作っている間にダイオードも作り始めました左側が一番最初に報告しました1000ボルト級のダイオードこの時にシリコンの限界の20倍きました本当は500倍ってほしいんですけど次に 4H 型というものを見つけてやると150倍きました最近は300倍というのも出てますけどもこのあたり世界初の 交代ので次にあのトランジスタに研究の中心を移しました、えー、ここで多分10年か20年ぐらいあのすごく停滞しましたあのこれも材料科学の面白さだと思うんですけどあの予想外の発見のために進みましたでこちらはあのとこういうトランジスタの構造を作った時に電子がどのくらい速く走るかと。 いう指標をあの数字で表したものです。移動度と言いますけども、あの数字書いてます。で、えっとこれ 4, 4種類書いてますけど、これ何かというとあのこ結,結晶のどの面に作りますか？ということで特性が違います。あの半導体単結晶ってそのお豆腐じゃないので、どこで切っても同じじゃないですど。どの面かによって表面出てる原子の並びとかが違うので。 面によっても特性が全然違うでこの通常使われるのが0001面なんですけどもここで言うとあの移動あの電子の発出スピードは6だと他の面で作るとなんか0.1とかで、まあ、この上だけ見てると0001面が一番いいんですねでもあの本来これ300とかあの欲しい値なんですねそれが6ってなんかあまりにひどすぎますよねで界面をあの窒化処理 いうのをすると、大逆転が起こって、あのこちらの違う面の方であの100を超えるような移動度が出るということが分かって、これは、あ,のあれですね、えー、結晶のメインの面はこの0001を使うかもしれないんだけども、トランジスタとしてはこの側壁面を使うのが一番いいんですよねいうことになったということです。そここでああのこれあのれ 京都のロームさんとあの共同研究でもうこれ15年ぐらい前かな発表したものですけどあのすごいものが確かにできましたという例です、えー、右の上にあのなんか数字書いてますがこの数字だけ見ててもわからなくてあのこの図を見てくださいすべ、えー、て600ボト級のトランジスターですで現在世の中で使われているシリコンを使ったトランジスターはこういう特性ですが このロームさんと一緒に作ったシーコンカーバイドのトランジスタはこの赤の線で、ある例えば100アンペア、200アンペア流すのに必要な電圧がシーコンの場合に比べてあの10分の1から50分の1ということで、確かにあの数十分の1の低損失化ができるということを示したというものでございます。また、高耐圧というのもシーコンカーバイドの特徴ですので、高電圧のものも作りました。 えー、こちらはダイオードですけど非常にあの厚い高純度の結晶を用いて、えー、ダイオードを作りますと耐電圧が2 7ルトを超えると、えー、2万7 0 0 0トですね、えー、そういうダイオードでもあの電流流したいきにはシュッとこう非常にきれいに立ち上がるとでこれあの幸い NHK の,、AH、の,のニュースにで放映していただいたんですけど え放映されたのが朝で午後になるとあの私の,あの友人から1泊メールが来て「お前がなんか2チャンネルで出てる」「2チャンネルで出てるってどういうことか?」って見ますとなんか兄弟のなんか木本っていうやつがなんか2万ボルトに耐える半導体を作ったらしい。でも2万ボルトがすごいのかどうかわしはわからん。 書いたらそれに対して、いや、ピカチュウは10万ボルトだから大したことないとかいう、そういうふうにチャンネルがざーっとくっついてるのがありましたけども、でも2万ボルトはやっぱりすごいんですよ。こシリコンでは絶対にできない、えー、こういうトランジスタ、あのダイオードがまずできて、でトランジスタも、これは酸素さんとの共同研究ですけど、同じく2万ボルトのトランジスタもできたというものでございます。で、えー、実用化は進みましたかということですけども、進んでいます。まずウェーハーが大きくなりました。 現在200ミリ直径200ミリというウェアが単結晶のものができていますこれあのウェアあってトランジスタを作る土台なんですけどこれ大きければ大きいほどいいっていうのはあのちょっとしてほしいんですねどうしてかというとこれ,これはもう学問じゃなくて産業の話なんですけど要はトランジスタってあのちょっと隠れてしまいましたけどこんな感じになってまして例えばあの5ミリ角とか1センチ角でザーッとこう作るわけですね これは例えば100ミリのウェーハーでこれを作るか200ミリのウェーハーでこれを作るかはコストはあまり変わらないもちろん1.2倍ぐらいになりますけどあの面積4倍,な4倍になりますよね100ミリか200ミリになる面積4倍だから取れるトランジサイの数4倍でもその製造に必要なコストは1.2倍か1.3倍にしかならないとなると一つのトランジサイあたりのコストって圧倒的に下がるじゃないですか。 そういうい競争力がつくので、他社に勝てるということですね。ですから、大きければ大きいほどいい。でこれは200ミリの余うものがもうできてあの、できていると。で、こちらはあの、東京エレクトロンさんとの共同研究の成果です。あの共同学あの、もちろん学問で有名ですけど、産学連携もすごくあの頑張ってます、えー。東京エレクトロンさんと一緒に、えー、こういう装置を開発、えー、しました。 兄弟うだいで高純度、あるいは結果の少ない結晶成長技術を磨いて、それを統計デクさんの量産装置技術と合体させたというもので、これを使うことによって、本当に結果の少ないウェアができて、これが幸い非常に売れているということで、現在、世界中でシーコンカーバイのトランジスタ、売れてますが、その約7割以上はこの装置で作られたものであると。 いうことだそうです。でどのくらいあの効果がありますかというのを示しています。えっとシリコンからシリコンカバーにすることによってあの変換キレベルでは70%の電力損失のあの低減。でどこに使われているかというと例えば電車 JR 山手線東京メトロあれ京都市も地下鉄あれ名鉄西鉄そして新幹線のあの,のぞみ 700s 私はあの決して鉄ちゃんではありませんがあの、こういう電車に乗ってます。単に電車のどこかに搭載してますじゃなくて、この電車の車輪をシーコンカバーにトランスターで回しているというものです。で、結果として、電車の走行電力が30%減これって強烈だと思いませんこれ、すっごい省エネ効果であの、やってた人も驚いたという省エネ効果です。また電気自動車、構造距離が10%向上。 この世界って2、2%向上したら結構大きなニュースになるのに10、10%という効果が出ています。結果として、シリコンカーバイドがなかった場合に比べて、シリコンカーバイドを導入することによって、原子力発電所、何基分の少年効果に今なってきているというふうにもう試算されています。0. 何基じゃなくて、1なのか2なのか3なのか、私は分かりませんけども、何基分っていう少年効果が出たというふうに言われています。 まあ市場の予測はこんな感じでま、あまあ10年前は全然売れなかったんですけど、ここ数年で急激に立ち上がって、現在まあ3000億ぐらいの市場と、一兆円に向かっているということになります。で、最後、まとめというか、若い方へのメッセージですが、これ、実はきょう、きれいごとを言いましたけど、大きな挫折が1回あったんですね。でそれはは私大学に戻ったののメインの研究テーマは 青色発光ダイオドだったんですパワーイ色発光ダイオドは20世紀中には実現できないと言われたぐらい難しくっていろんな半導体材料が競合していたでその中の一つの工夫はシリコンカーブだった一生懸命やったところがガリウムナイトライドの地下ガリウムが圧勝してあの赤助先生天野先生のノーベル物理学賞につながったでこの時点でシリコンカーブも完全にあの 完敗ですねもうあの存在意義がないんじゃないかっていうぐらいあの言わいましたところがその頃にこのシリコンの限界を20倍超えるっていうダイオードをちょうど同じ時期にガリウムナイテライドの青色発光ダイオードができた時にあの発表できてまあギリギリ政府の起死回生の逆転ホームランだと私は思っています もう一つ、私は青色発光の,あの研究に最初立,ち立たされたことを決して後悔していませんあの。それは大発見のきっかけだったからです。あの材料科学、誰もしたことのない実験は大きなチャンスです。計算だけだったら、やっぱり境界条件が決まっているので、境界条件が外には出れない。でも材料科学の実験は、境界はないというか、人類が、 経験ししたここことととないことをやってしまうことがある例えば青色発光の時に、まあ、従来の方法だったら絶対シーコンカードを私勝てないと思ったんですよだから新しい何かの不純物を入れてあの違うあのメカニズムで光らせるそうしないとあの他のザリに勝てないと思ったのであの一生懸命こう調べてきてセリウムという原子を入れるとあの原子の中の内角繊維で青,青で光るというのを見つけてそれをドーピングしたんですね。 点火した。するとできた結晶の色が普段と違うんですよ。でどうしてかなと調べると当時 6H しかなかったんで 6H をあの基板にしていたのに上に 4H ができてしまったこれが先ほど申し上げた 4H を提唱したのが兄弟だって言ったんですけどもそれはこういうアクシデンタルなあの実験から端を発していると。 いうことですでもう一つ最後これですけど実験業務の気づきの大切さこれ先ほど紹介したある熱処理をすると結果が全てなくなったとこういう学生がある日、まあ、夕方を持ってきて「いや先生なんかすごいデータが出ましたけど訳が分かりませんと」とにかく結果のシグナルが全部消えましたでどうしたのってで2人で一生懸命その資料にどういうあの処理をしたかということを調べていくと この学生さん、この資料作るの一1回失敗されてるんですね。1回失敗して、であのその失敗したその表面をあの取るために、あの意図的あの、ちょっと酸,化雰酸素雰囲気で熱、ね、処理したということが分かったので、じゃあ意図的に酸化してはどうと、えー、いうふうに提案してあのやると、こういうふうになって、これ立て君結果、ミス、翌日表面からの距離ですが、10分、1時間、5時間と、表面から、 あのこの時間を増やすときれいに血管表面がなくなってきているということが分かりましたこの処理って実はトランジンサーをつくときにもう過去30年にわたり世界中で多分1万人以上の人がこういう処理をしていたんだけど誰も気づいてなかったでも学生さんがあの、まあ、気づいてしまったんですよねでこれも本当にあの、えー、教員妙に尽きるといいますかあのこういう発見が ま、毎月はありませんけど1年、1年か2年に1回はあるっていうのが、やっぱりこの分野のおもしろさかなと思います。ですから、すみません、オーバーですね、まあ、基礎を理解するで、自分で考える、そして挑戦されると、不可能は可能になると私は信じています。はいえー、以上ですあのごご聴ありがとうございました